10年ぶりです。遠かったですね。いつも狙ってたんですけど10年ぶりに取れて嬉しいです。はい、しかもワールドカップ予選でのゴールということになりました。ホーム初戦ということもあっていろいろ精神的にも難しい入り方だったと思うんですけども、どんなことを意識されたんですか？まあ、自分たち経験もあるんでしっかりと落ち着いて入れたなと思いますし、前半のもう4対0で前半で勝負が決められたので良かったかなと思います。今日立ち上がりから非常にクロスボール右からも左からもよく入ってましたけど、あれチームとしての狙いだったんですか？そうですね、中かなり人数締められてたんでサイドから攻撃しようっていうのは、チームで、みんなで話し合ってました。いや、そういう意味ではターゲットになる大迫選手がいない中でこういう戦いでしたけれども、そのあたりいかがですか？誰が出てもしっかりとパフォーマンスを、発揮できないとワールドカップでは勝っていけないんで、選手層っていう意味でも今日でアピールできた選手はいるんじゃないかなと思います。今日ゲームを通じて一番うまくいった分、手にできた部分どんなところでしょうか？まずゼロで抑えたというところ、そして、6点しっかりと取れたというところ、そこは良かったと思います。おめでとうございました。長友選手でした。